今回見せていただいてますピアノがヤマハのダブルの 106B というね、タイプでして、これ中古の、ピアノの業界の中ではね、すごい人気の機種になりますね。うちもこのピアノはね、オーバーホールとかさせていただいたことがあるんですけども、まずね、弦の狂いなんですけども、これね、チューナーっていうのがあるんですけど、20セントから30セントぐらいの狂いになりますので、まあ、銅の音が弾くと、銅の音弾いて C の音が出るぐらい狂うと100セントの狂いになりますので、まあ、20セントから30セントということになると、まあ、3分の1までは行ってないですけどね、そのぐらいの狂いということになりますね。39歳のピアノになりますので、ちょっとね、これ引っ張り上げるのに、まず大丈夫やと思うんですけど、まあ、弦が一本ぐらい切れちゃうかもわかんないなというふうな感じの狂い方になっておりますね。はい。まあ、もし切れちゃったらね、その部分は、だけ張り替えるということはまあできるんですけども、まあ、ピアノをね、動かすという機械ですので、だいたいまあ50年ぐらい経ってくると、50歳ぐらいになってくると、弦をね、全部変えるようなオーバーホールとかもされますので、まあ、動かす機械に、そういうのをしとこうかなっていうふうに考えていただいてもいいかなと思いますので、まあ、弦交換も含めてね、お見積もりさせていただいたらいいかなと思いますね。それから、ちょっとアクションの方をちょっとね、外しまして、見えますかね、この、バネのところがですね、引っかかってるんですけど、ちょっと触ったらで、今取れましたね。このハンマーがですね、アップライトの場合、こう横に叩きますので、グランドピアノでしたら下から叩くので、重力でね、こう下がってくれるんですけど、アップライトの場合横に叩きますのでね、ハンマーの戻りを助けるのが、ちょっと待ってくださいよ、引っかかった。このね、バネになるんですけども、このバネが引っかかってるコードがですね、もう切れてしまってるっていう風な状態ですね。なので、ピンとね、バネが跳ね上がっちゃってるのがね、こういう風にね、ありますね。はい。これね、もう大体、ヤマハさんのこのぐらいの、製造番号のものは、この部分が弱いということで、バッドフレンジコードっていうのがね、修理が必要になるかなと思いますね。これ過去にブログでも書いてますので、またそちらの方をね、添付させてもらおうかなと思いますね。はい。あと、鍵盤のブッシングクロス。この、ちょっと横に振るとことこと言うんですけど、鍵盤のブッシングクロスというのはですね、よいしょ。このね、赤いとこなんですけども、このね、ピンのとこにこう刺さっていくような形になるんですけど、このブッシングクロスがもうちょっと劣化というかね、クッション性がなくなってしまってますのでね、こうちょっと弾き方によってコトコト言うというふうな感じで、ちょっと気持ち悪いなという感じですね。もうこの鍵盤ブッシングクロスも、交換されておいた方がいいのかなという感じですね。なので、このピアノすごくね、先ほど音鳴らしましたら、ポテンシャルすごい高いですので、このまま、直接ね、ご自宅の方に運ばれて、こういうアクションとかね、先外したように、こういうふうに鍵盤とか外して、修理だけして、また、取り付けにお伺いするという形が一番お安くは上がるかなと思いますけども、このピアノの場合は、うちの中古ピアノの整備メニューで、一旦工房に入れて、この鍵盤の下の掃除とかね、こういうピンのところを磨いたりとか、もう調整も全部し直して、すると、かなりいいピアノになるかなと思いますので、そういうのもちょっとお勧めしてもいいのかなと思いますね。はい。もう、ピアノがいいですので、いろいろとご提案できるかなと思いますけど、ちょっといろいろ見積もりの方ね、何パターンか頑張ってみたいと思います。では、外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方も取り付けてみました。さすが人気機種でしてね、おしゃれなデザインになってますね。こういうふうに猫足になっておりまして、この上前パネルもね、これちょっと飾りじゃなくて、ここから音が漏れるようなね、はい、仕組みになってますね。
大きな傷とかはないですけども、やはりね、40年近く経ってますので、曇りというかね、そういうのがあるので、この辺もうちの中古ピアノのね、整備メニューで、バフという機械でね、磨きをかけますと、まあ、このヤマハの文字とかもピカッと光りますしね、鍵穴のとこも綺麗になりますし、ペダルもね、これサビサビになってますけど、これも顔が映るぐらいまでね、綺麗にできるんじゃないかなと思いますね。なので、その辺動かす機械にどこまで手入れするかっていうところがね、いいピアノですので、いろいろと考えてもらえたらと思いますね。あと、このキャスターの受け皿ですね。これプラスチックのものがね、溝も浅いものがついてますけども、これもね、ゴム製の、耐震性のあるね、ピアノシュレーターっていうのもね、ご提案させていただいてもいいのかなと思いますね。ピアノシュレーターはね、裏がフェルトになってますので、こう、ピアノの奥にポロンと何か落とした時とかね、ピアノをスーッと滑らせて、後ろのものを取ったりとか、後ろ掃除したりとかね、そういうこともね、フローリングであればできますので、その辺もご提案させていただいたらいいのかなと思いますね。はい、いいピアノですので、いろいろと、見積もりの方、ご提案させていただこうと思います。